全体的に音色が増えたと思います。選ぶ楽しみも増えたし、音質もすごく良くなったと思います。その音質にインスパイアされてプレーもどんどん変わっていく楽しみというか、それはすごく面白いですよね。ハイハットですが、ピアニッシモから表現、ピアニッシモフォルテという流れの表現がすごくこう微妙にスムーズに表現できるようになったと思います。ほとんどアコースティックみたいな。ハーフのオープンもかなりニュアンスがすごくいいし、タイトなクローズもとてもタイトなニュアンスがよく出てていいと思います。ライドに関してなんですが、ライド、ジャズ的なアプローチに応えてくれる、すごくこう繊細なタッチもよく拾ってくれて、フォルテのニュアンスもいいし、シンバルの端の方を叩いた時にすごくこのアコースティックと同じようなサウンドが出せると思います。すごくいいと思います。スネアなんですけども、スネアオープンリンもアコースティック同様にすごく良いし、やっぱりピアノフォルテの表現力がすごく自分のテクニックに見合う感じになってるかな。とてもいいと思います。ピアニッシモフォルテッシモのこのカーブがとても綺麗に出せてると思います。まずアコースティックなドラムのようなドラム感がとてもよく出てると思います。前回は、パッドも薄く、ちょっと叩いた時にアコースティックとはかなり違う感じだったんですが、今回はほとんどアコースティックを叩いてるような感じで叩けました。まあ、音色もアコースティックと同じような感じですよね。ほとんどなんかもうわからないと思う、これは録音すると。で、いいって感じたのはバスドラのアクション、こう叩いた時にほとんどアコースティックと同じような感じでグッと入る感じがとてもいいと思います。はい、実は配信で使ったんですね。先ほど述べたようにニュアンスも音色ももうほとんどアコースティックと同じような感じで、私は演奏できたと思います。それでバンドメンバーからも、プレイバックを聞いていると「生これ生？」っていうぐらいのみんなすごく驚いてました。すごく評価が高かったです。今回演奏してみて、非常に音色、タッチ、全てニュアンスはとても自分の思うように出せたと思います。すごく楽しかったです。ぜひ体感してください。